この章では妊娠前から出産後まで利用できる制度について説明いたします。主に不妊治療にかかる通院等のための特別休暇、妊産婦の保健指導および健康審査のための特別休暇、妊娠中の休息補食のための特別休暇、妊娠中の退院の通勤緩和のための特別休暇、産前産後の特別休暇、そしてチャイルドケアセブンという男性のための産休制度があります。不妊治療にかかる通院等のための特別休暇は、不妊治療と仕事の両立を支援するため令和4年1月に新設されました。不妊治療を受けるための医療機関への通院や、その医療機関が実施する不妊治療に関する説明会への出席などのために利用することが可能です。年5日の範囲内で1日または1時間単位で取得できます。手続きや留意点等はこちらです。妊産婦の保健指導および健康審査のための特別休暇は、妊娠中または出産後1年以内の女性隊員が保健指導または健康審査を受ける場合に取得できます。取得可能な回数は妊娠期間等に応じて変わります。妊娠周期等を確認し、必要に応じて取得してください。大事なお子さんとご自身、配偶者の健康を第一に、まずは妊娠が分かったら上司の方や人事担当者にご相談ください。里帰り出産の準備だったり、一人目産む時には結構ベビー用品をいろいろ買わなきゃいけないっていうのが、産前休暇とかがあったので、しっかりそこが準備することができてよかったなって思ったのと、あとは育児休業中も子どもたちとお出かけに行ったりとか、時間をたくさん取ることができたのが良かったなと思います。手続きや留意点はこちらです。妊娠中の休息補食のための特別休暇は、業務が母体または胎児の健康維持に影響がある場合に適宜休息したり補食する目的で取得できます。この特別休暇は長時間にわたるものではなく、例えば勤務中に少し横になると回復する場合や、必要な栄養を補うため通常の昼休憩だけでは足りない場合に取得してください。手続きや留意点はこちらです。妊娠中の職員の通勤緩和のための特別休暇は、女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体または胎児の健康保持に影響があると認められる場合に取得できます。このように勤務の始めまたは終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間を取得できます。手続き等はこちらです。産前産後の特別休暇は、産前休暇と産後休暇に分かれていて、産前休暇は出産予定の女性隊員が申し出た場合、出産予定日までの42日前から、産後休暇は出産日の翌日から56日を経過するまでの期間に取得可能です。その産前産後休暇だったり育児休業を取った職場でも、皆さん結構温かくて、しっかりとって子育て集中しなって言ってくれたので、特に大きな不安はありませんでした。手続き等はこちらです。例えば第1子の育児休業中に第2子を妊娠した場合などがありましたら、速やかに上司等を通じて申し出てください。配偶者の出産のために男性職員が取得できる休暇があることを知っていますか？それがチャイルドケアセブン、
男の産休です。配偶者が出産する前後の特別休暇として2日、育児参加のための特別休暇として5日、合計7日間取得可能です。配偶者の出産特別休暇と育児参加のための特別休暇、この2つを合わせてチャイルドケアセブンと、あと育児休業を取らせていただきました。妻が出産する前後というところで、チャイルドケアセブン取れましたので、妻が出産前にやはり体調が悪かったりとか、出産日が、予定日が決まっていてもその日に生まれるとは限らないので、そこで柔軟に7日間も取らせていただいたというところはすごくありがたかったです。現在は出産育児を夫婦で協力することが当たり前の時代です。海上自衛隊ではこれら産休育休の取得を推進しています。育児大変だっていうふうには聞いてたんですけども、実際目の当たりにするともう本当大変だなっていうのがよく分かりましたね。一番は夜寝れないところですかね。もう1時間おきとかにもう泣いてすぐにこう授乳しなければいけなかったりとか、もう 寝させてくれないっていう。妻は授乳のために起きるんですけど、そのサポートできるようにと思ってですね、私も一緒に起きてたんですけども、もうフラフラになりながら、そんな感じでしたね。育児休業とチャイルドケアセブンを合わせて2ヶ月ほど取得させていただきました。家事全般、その前までは妻に任せることが多かったんですが、育児休業中っていうのは私の方が担当しておりました。すごく助かったと言ってくれました。やっぱその家事自体をそこまでやったことがなかったんで、そのやるきっかけができたのもすごい良かったと私自身も思います。手続き等はこちらです。まずは上司に相談するのと、あとは先輩のママさんたちに相談して、どんなふうな制度があってどのように活用していくのが、自衛隊を続けていく上でいいのかっていうのを話を聞きながら背を押してもらえたら取りやすいのかなと思いますし、男性に関しても私の夫も取っているので、育児休業を積極的に取って行ってほしいなと、思ってます、妻との関係もその夫と妻という関係からその父親と母親という関係に変わって、子どもという、大切な存在ができたことで、今までその生きがいというところについて、仕事がかなり大きかったんですけれど、家庭の方にもちゃんと目を向けて、大事にしなければならないというところ、だいぶ意識が変わりました。妊娠中の女性職員が働き続けるためには、制度を活用することはもちろん、家族や上司、同僚の協力体制がとても大切です。一人で抱え込まず、周囲の人とコミュニケーションを取りながら妊娠・出産までの時期を大切に過ごしましょう。